皆さんこんにちは。伊藤塾講師の藤田亮平です。今回ですね、2022年度合格目標行政書士試験超スピードマスター講座を私が担当させていただくことになったので、私の人物像を知っていただくために、受験生の皆さんから質問ですね、よくいただくものを、回答してきたんですけれども、今回もですね、助っ人として志部さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。志部と申します。よろしくお願いします。いや、ちょっと4回目なのに若干噛んでるって調子良かったのに。そうそう、調子良かった。さあ、4回目、はい、最後ですので、はい、よろしくお願いします。張り切ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、最後の質問です。はい、はい、模試の復習について。なるほど、はい、受験生の方が最後に気になるところですよね。そうです。だんだんこれくらいの時期から、そうですよね、模試は気になり始めますよね。実際その志部さんは受験生時代に、はいはい、模試はどういうふうに受講していたんですか、受験していたんですか。模試、独学時代、1年目の独学時代と、はい、あと2年目伊藤塾に入塾してからのやり方ってちょっと変わっていて、その独学時代の時はとにかく、はい、なんかいくつか模試を買ったんですけど、それを何回も何回も繰り返しやってたんですね。なんか模試の復習しまくりみたいなのをやったんですけど、2年目の伊藤塾に入ってからは平林先生に教えていただいてたんですけど、その模試の復習は あまりしないようにって言われていて、で私がやっていたのは A ランクの問題で落としてしまった問題に関してはしっかりとこの解説を見て、テキストにも戻って、なんでどこがいけなかったのかなっていうのを見直すようにはしてたんですけど、まあ、B ランク C ランクだとか、あとは解説動画の中で、これはもう本当にさらっとでいいです、間違えても気にしないでくださいって言われたところは本当にそれを信じて復習はしなかったんですよね。なるほど。そういうところをちょっと変えてみました。なるほど。ちょっと僕の言うことがなくなった感はあるんですけどちょっと僕じゃなくて平林講師に来ていただいた方がよかったかもしれないっていうことはありつつも、ただ今志部さんが、はい、伝えてくれたことの中にいくつか、はい、ヒントがあって、まずですね、やっぱりその1年目独学の時にやられていたその模試の復習の仕方ですよね、はい、それが結構受験生の皆さんが陥りがちなパターンだと思うんですね、はいはい。やっぱり模試っていうのは、実際多分模試って点数取れないじゃないですか。取れないです。ですよね。だから取れないから、やっぱりこの問題解けなきゃ受からないんだと思って徹底的に復習しちゃうんですよ、はい、だけどそれは試験の合格を考えると、得策ではないんですよね。なるほど。でなんでそれがまずいのか、はい、ということなんですが、これは模試のその問題の難易度ですよね、はい、結局模試の問題というのは本試験の問題よりも、基本的にはですよ、基本的には難しい問題が多いんですよね、傾向として、はい、でやはりそういった問題を、そういった問題の知識ですよね、はい、そういったところに気を取られてしまうと本当に抑えなければいけない基礎的な知識、はい、そういった知識の理解とか精度が落ちていっちゃうんですよ、おろそかになっちゃうっていう感じですよね。これってゴールから考えることが大事で、はい、要するに行政書士試験というのは300点満点中180点、およそ6割を取れば合格できる試験じゃないですか、であれば、受験生の半分以上の人が正答できている、その問題を解ければいいんですよ、だから全受験生の1割ぐらいしか正解できないような問題は解けなくても6割取れるわけですよね。試験の合格という観点からすれば、そういった問題、みんなが解ける問題、自分を落とさないようにする、それが大事なんですよね。だからその観点から言うと、模試のその復習の優先順位というのは少し下がってくるんですね、じゃあなんで受けるのか、多分その模試を受ける意図、意義がわからないと思うんですよ、ですよね、ですよね、じゃあ受けなくていいじゃないかと思うかと思うんですが、やはり一番の メリットというか目的というのは時間配分ですよね。時間配分、そうですね、本試験って、午後1時から4時までの3時間の試験じゃないですか、で日頃過ごしてると3時間って結構長く感じることも多いと思うんですけど、実際試験受けてる時の3時間ってどうでした？早かったですよね。なんかもうもっとくれもっとくれって感じですよね。そんな感じで本当にあっという間に過ぎちゃうんですよ、だからそのどういうふうに問題を解いていくのかっていうのがすごく大事で、簡単に言うと解く順番ですよね、やっぱり一番多いのが最初の1問目、基礎法学から解いていくという方が一番多くて、私も受験生時代はそうしたんですけど、そうなんですよ。ただ人によってはその民法から解く方とか行政法から解く方とか、そういう方いらっしゃって、でこれって別に何が正しくって何が間違ってるとかっていう問題じゃないんですよね、結局好みの問題なので、だから講師が
その指示できることがないんですよね。だから例えばそのあのじゃあイチゴのショートケーキを食べようとするときに、はい、そう食べようとするときに、はい、そのイチゴをですね最初に食べる人と最後に残す人いるじゃない、はい、ないですか、うんうんうん、だから好きなものを最初に食べちゃう人と最後まで残す人、だこれと同じで民法を最初に解きたい人と最後まで残したい人いるんですよね。それは得意科目苦手科目に関わらずですけど、だそういったこともなんていうのかな、別にこれっていちご最初に食べようと後に食べようと別に正解も間違いもないじゃないですか、はいですね、だからそれと同じでもしも自分が解きやすいようにやっていくということを、うん、あの本試験でできるようにそれを見つける場なんですよね、はい、あとまあちょっと1点だけお伝えしておきたいのが、はい、あの私はあのトイレ休憩というんですかね、はいはい、あの1回席を離れたんですよね本試験の時に。あ、そう、あえてですか。そうですね、あの記述式の問題その前の問題まで解いた、はい、ですが記述式の問題を解く直前に1回トイレに行ったんですよ。これなぜかというと、はい、あのやっぱりリフレッシュできるんですよね。あの3時間なかなかぶっ通して集中できる人って少ないじゃないですか。少ないですよね。でどん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 頭疲れてくるんですよ、はい、で記述式の問題ってかなり頭回転させないと解けないので、はい、僕は一旦そこであの席を離れたんですよ、ね、まあ、人によってはそれはあのその場であの深呼吸するとか、はい、いろいろあのやり方あると思うんですよ、はい、足首回すとか、はい、だからそれもあのご自身で見つけていただければいいんですけど、はい、とにかく自分に合った方法を見つける、はい、その場として模試は使っていただきたいんですよね、はい、ただあのその模試の復習さっきあの優先順位低いって言ったじゃないですか、はいはい、だけどそれって問題によるんですよ。先ほどの渋谷さんも言っていたように、はいはい、その A ランクの問題ってありますよね、はい、まあ、そのランクがもし分からなければ例えば講師が講義中にここ大事だよって指摘した部分、はい、その知識が問われている問題を間違えてしまった、あとはまあケアレスミスですよね、はい、あのマークシートを塗り間違いとか、はい、あとは正しい足を選べって言って書いてあるのに誤った足を選んでしまったとか、そういったことはその模試の時はそういうふうにミスをしてもいいんですけど、うん、本試験で二度と同じミスを過ちを犯さないようにどういうふうに対処していけばいいかということを見つける場としても模試は使っていただきたいなと思います。そうなんですね、はい、ちょっと考え方を変えてっていう感じです。なんかその模試の中身というよりも、まあ、解き方だとか、そうですね、そちらの方が重要だと思います、ね、そういうのに使っていただいた方がっていうことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。4回すべてあの全4回にわたり、はい、お付き合いいただきありがとうございました。非常に心強かったです、私はですねあの今年の2022年度の、合格目標の行政書士試験超スピードマスター講座を、まあ、担当しているんですね。で私も平林講師もあの本気で今から勉強して今年の本試験に合格することを目的、まあ、目標としているので、あのもしご興味があればですね伊藤塾のホームページ等をご覧になっていただけるとあの嬉しいですね、はい、一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。